はい、皆さんこんにちは。バンダイレギュのフィッシュです。ハーツオブアイアン4、続きをプレイしていきたいと思います。前々回から本格的に開始しているベルリン奪還作戦、こちらの続きですね。早速見ていきたいと思います。今並行して大きなポイントになっているのが、一つ目はこのベルリンの奪還作戦で、もう一つが不足している石油資源の確保のためにアゼルバイジャンに攻め込んだものの、逆にソ連に押し込まれているトルコでの戦役、それとあとはアフリカ戦線ですね。ドイツがご覧の状況の中ですね、アフリカから撤退を余儀なくされつつあるという中、イタリアがどこまでアフリカ戦線で生き残れるかというのがポイントになってきています。で、優先順位で言うと、やっぱりね、このドイツのベルリン奪還を最初に考えています。で、ベルリンを奪還した後はですね、トルコ戦線、アゼルバイジャンの攻略、今は逆に攻略されちゃってる側なので、反攻作戦をソビエトに対して展開。で、アフリカ戦線に関しては基本的に現状維持を目標にしていきたいと思っています。というわけで、本格的にベルリンを今回こそ落としたいので、ベルリンに向けて一気に進撃をしていきましょう。まずソビエト劇団軍の今出してる命令を全部一旦破棄して、で、最前線をここに小さく引きます。で、さらに攻撃戦としてベルリンを手中に収めると。で、ドイツ支援軍の対して出していた命令も一旦整理したいので廃棄して、で、ここに対しても前線を小さく、プラハ近辺まで展開させつつ、プラハ方面からベルリンに向けて進撃と、この2方向から計45師団を派遣していきましょう。おお、ユーゴが45師団の遠征軍の指揮権を譲渡するって言ってる。45師団って相当だけど、すごい数を委ねてくれたな。もうベルリンにだいぶ迫ってきてるな、いい感じだぞ。ただフランス戦線は良くないな。ビシー、フランス、ドイツの傀儡国がかなり押されてきてるな。それもそのはずで、ドイツはね、フランスに構ってる余裕なんて今全くないでしょうからね。
そしたらどうしようかな。この後、なんとかトルコ戦線は踏みとどまってくれてはいるけど、これがいつまで持つかっていうのもちょっと疑問だしな。ギリシャの方に追加で航空戦力を出しておきたい気もするし、なんともな感じですね。ハンガリーとかこのスロバキア近辺にも兵を展開しておかないと、ソ連がいつこう一気になだれ込んでくるかわからない状況でもありますしね。それにしてもベルリンまで硬いな、ソ連は。いいところまでは来てるんですけどね、もう目と鼻の先。まあ、このゲーム上ではね、どこまでそのベルリンを奪還する重要性があるのかっていう話は、資源を見るのが一番分かりやすいんですけど、それ以前にベルリンを奪還した、取り返したっていうのはね、ドイツ軍の士気を大いに高めるんじゃないかなと思うんですけどね。ドイツ側に立ってみると、やっぱりここにある鉄、ザクセンの90、これ大きいですよね。あとは、デューリンゲンのこの鉄20も大きいよな。ドレスデンを取りつつベルリンに侵攻っていうのが理想的かな。師団の集中運用が京都出るか基地と出るか、このベルリン奪還で一つ見えてくる感じかな。そうなると、イタリア本土に対して連合軍が強襲揚陸を仕掛けてくるってことになると、話はまた変わってくるんですが、現状今その状況ではない、かつイタリア本土防衛軍としては19師団を展開中、かつ軍に、属していない独立系の師団も各港に配備しているので、いきなり烈火のごとく攻め込まれて、ローマを失陥するっていうことはないと想定はしてますが、わからないですからね。特にここのフランスとの国境境に展開しているイタリア本土防衛軍19師団でいい理由というのは、フランス国境付近だけ警備しておけばいいっていうのが一番の理由で、それが北アルプス方面、ソビエトが侵攻してくるとなると、まとまった師団の数が別途必要になってきますからね。ここは一刻も早くベルリンを奪還してあげたい。
で、気になるのが日本なんですが、日本軍はというとタイも頑張ってるね。ちなみに今イタリアでプレーしてますけど、イタリアでのプレーの後はタイか日本かどっちかでまったりプレーしたいなと思ってます。もうね、タイでプレーするときは世界大戦どうのとかじゃなく、もういかに生き残るかまったりプレーするかっていうのをね、テーマにプレーしても面白いかなと思ってます。で、日本でプレーする場合はもちろんね、世界制覇をしたいんですが、まあ、プレースタイルとしてはいくつかあるかなと思っていて、一つは、まあ、史実通りに南方作戦を決行しつつ、枢軸国側として参戦するパターン。で、二つ目が、まあ、これも史実通りといえば史実通りの展開になるんでしょうけど、大東亜共栄圏、これの樹立を貪欲に目指すプレーで、三つ目がですね、もうここは一気に民主化してやろうと、日本を早々に。で、連合国側で、参戦するなり、まあ、中立国としてね、民主国家として形成していくなりっていうね、2パターン、うん、3パターンを検討してます。まあ、次、タイでプレーするのか、それとも日本でプレーするのかは、ちょっとまだ決めていないんですが、まあ、そういった今後のプレーも予定はしていますと。さてさて、ベルリンまで、まあ、確実に近づいているんだけど、その歩みは決して早くはないって感じかな。プラハの方は前回だいぶ攻防戦が展開されましたけど、プラハはもう完全にドイツ領に復帰したって言っていいのかな。これはイタリアの第一艦隊とイギリスのこれは戦艦クラスかな、それとも従巡かな、従巡洋艦クラスとの海戦が行われていましたけど、まあ無難に、さすがにイタリアに唯一残されていると言っていい第一艦隊ですからね、もう海軍の再編成は無理でしょうと、鉄が足りなすぎる状況を考えると。言ってもしっかり硬いなぁ、ソビエトは。
このままの状況が膠着して1943年まで来たか。アフリカ戦線の方がちょっとあんまり良くないな、やっぱり。師団数がだいぶ減ってきてる。これは駆逐されてるってことかな？で、原子力の研究があと3日で終わるか。ロケット発射場をちょっと設置していこう。じゃあどこにロケット発射場が設置できるかというと、そもそもロケット発射場が設置できる余裕がもうあまりないな。せっかく作ったロケット発射場作れるんで、なんとかね、1個でも2個でも設置してあげたいけど。一つはアレクサンドリア。アレキサンドリアというとあれだな。ダブルゼータじゃない。ゼータガンダムで出てきましたよね。ティターンズの最初の機関として多分出てきたんじゃないかな。さあ、いくつかちょっとロケット発射場を設置しましたけど、これで効果がどんくらいあるかをちょっとまずは見たいな。本当はね、今激戦になっているヨーロッパ戦線に投入したいところですけどね。さてさて、いや、いよいよビシーフランスがかなり追い込まれてきてますね。一刻も早くベルリンを奪還しないと。ベルリンまではまだまだ遠いな。ほんのちょっとずつ進軍はしているのは伺い知れるんですけどね。それにしてもソ連軍は頑強だな。あとはソ連は今その戦域としてはこのドイツと戦ってるぐらいしか多分ないんですよね、きっと。まあ、ただドイツも少しずつ勢力を回復していってもらわないと。ただドイツはアフリカからもうみるみる兵が減っていってるな。で、トルコの戦域の方はというと、まあ現状維持ですね、これを見る限り。現状維持でも満足するしかないからな、今だと。とりあえず1にも2にもベルリン奪還を成し遂げないと。
もうガシガシ進んでいってくれっていうね。BM 門店に強襲揚陸を受けたけど大丈夫だよね。上陸はされてないよね。ただ危ないのが自由フランスがビシュフランスを完全に駆逐すると、連合軍、まあ、フランス軍とまた国境を接することになるので、そうなるとこの本土防衛軍が他への転用が効かなくなるっていう風な状況の中、連合軍に上陸されると危ないですね。アフリカからどうするかな。兵を引くべきなのかどうか。兵を引くと、繰り返し話しているように、アフリカでの権益を多分、一挙に失うことになると思うんですよ。それがいいのか悪いのか。さらにスペイン領にイギリスが上陸してるな。いよいよ、連合軍側が本格的に攻めてきてますね。ちょっとここに来てベルリンまでの足が止まったな。ソビエト軍の守りが硬いんでしょうね。なかなか前に進めずにいるっていう状況が続いてますけど。ただここまで来てベルリンを諦めて他に軍を差し向けるっていうのはありえないでしょう。って考えるとこのまま耐えるしかないですね。で、地味にトルコ、イラク方面にもソビエトが進出をかけてきているので、本当に難しいですね。そして気になるのがやっぱりイギリスのこの上陸だな。イギリスがあっさりと
スペイン領に上陸して、しかも勢力を大きく広げてるな。これスペインが撤退するってなると、ジブラルタルを完全に連合軍側に抑えられることになりますね。イギリスの脅威も本格的に目の前に迫ってきた中、いつまでこのベルリン奪還作戦に従事させなきゃいけないんだ。今ただ一時的にソ連軍が兵を引いている、兵がいなくなっている感じがあるので、この隙に一気にベルリンまで侵攻できるんじゃないか。うわ、そんなことないね、きっちりいるよね。ただベルリンまでもうあと本当にわずかなところまで来てるな。なんとかアフリカ戦線はイタリアに関しては、現状維持を維持してますね。現状維持を維持っていうのも変な言い方ですね。現状維持してますね。もうライブツィヒまでついに奪還したか。もう次は本当にいよいよベルリンだな。あとはどこまでドイツ軍が巻き返してくれるか、ベルリンを奪還した後ですね。ただソ連軍もここに来て一気に守るために兵を横展開してきてるな。これ最後の戦いになるな、ベルリン奪還作戦の重要な戦いになりますね。だいぶここで防衛ライン固めてますよね。
ソ連軍側ももう一押しだな。ソビエト軍もベルリンを死守するためなのか、かなりここに来て前線に寸断なく師団を配置してきてるからな。さあ、ベルリンまでもう一押しだ。ここに来てまたソ連が兵を師団を配置してきてるけど、これに先んじてベルリンを取ってしまうっていうのがいいでしょう。まだプラハはやっぱり攻防戦の主戦場になってる感じだな。イタリア12師団防衛側ソビエト軍4師団で、やっぱりソビエト軍の方が充実してるんですよね。こうやって見るとよくわかりますよね。平均充足率がこちらは18%ですからね。向こうは充足率80%。まあこれだとやっぱりね、1師団あたりの効力は全然ソビエトの方が有利ですよね。何、突撃機動軍、友軍の方がかなり師団数を半分に減らされてるってことは、これはトルコ方面がかなり押し込まれてるっていう何よりの証だな。押し込まれてるね。アフリカの方までこれはソビエトが進出してくるのは時間の問題だな。いやー、恐ろしく強いなー、ソビエト軍。
そしてまたここで、ベルリンを目前にして膠着状態になるか。ドイツ軍もね、こちらにベルリン奪還のために兵を割く余裕がないんでしょうね。全くドイツ軍の影がない。はい、というわけで30分、今日経ちましたので、依然として膠着状態が続いているベルリン奪還作戦ですが、ここまで来て作戦の変更はないので、引き続きこのまま粘っていきたいなというところと、あとは特筆して話しておかなきゃいけないところで言うと、GU フランスとビシュフランスの一戦ですね、フランスを二分している戦い。が一つと、あとはイギリスの上陸作戦が始まっているというところですね。もう一つ、トルコに関してはかなり厳しい劣勢の状況に陥っているというところになります。次回も引き続きですね、まだまだベルリン奪還作戦長引きそうな様相を呈してきてますので、ベルリン奪還作戦の続きをしつつ、イギリスのスペインへの上陸の状況を見極めながら戦力の配置を考えていきたいというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。